つまらないじゃないですか。Hey guys、 友永アリーサです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。今日は LINE で使える恋愛テクニックということで、ミラーリングって皆さん知ってますか？これ営業では結構有名なテクニックで、まあ、相手のことをミラーする、要は真似するっていうことなんですけれども、例えば相手がちょっとこういう風に顔に手を近づけてったら、ちょっと自分もこういう感じで手を近づけてみるとか、相手が頼んだものと同じものを頼むとちょっと距離が近くなった錯覚を起こさせることができるとか、あとは言葉だったら、あそこのご飯、レストランのご飯美味しいんだってって言われたら、あ、そうなんだ、あそこのレストラン美味しいんだ、へえ、どこにあるの、みたいな感じでこう相手が言うことを真似する、それがミラーリングです。で、このミラーリングをですね、恋愛に活かせないかというふうに考えまして、これ対面だから同じことを言ってもくどくならないんですよ。ただ LINE とかって文字なので、それで同じことを繰り返していくと中身がない文章になっちゃってつまらないじゃないですか。じゃあどうするかというと、 LINE で真似をするポイントというのは、実は文の内容ではなくて文のテイストです。例えばですね、相手が丸とか点とかの句読点をすごくよく使ってくる人だったら同じようにする。相手が 2,3 行の LINE を送る人なのか、それとも長文の LINE を送る人なのか、全部相手と同じスタイルで送るんです。相手がスタンプをよく送ってくる人だったら同じようにスタンプを送るとかね。例えばですね、相手が LINE の文面の中にすごくとかめっちゃって使ってる人だとするじゃないですか。そしたら自分の文章の中にもめっちゃとかすごいとかっていうのを使って入れてみるっていう風にすることで、相手と似たようなテイストになりまして、でちょっと距離感がこう近くなる、要は同類だっていう風に認識させるんですね。そういうことで、ちょっと距離が近くなるという方法があります。なのでミラーリングを文面で使う時とこう対面で使う時ってちょっと使い方が違うんですけれども、まあ、両方とも有効かと思いますので、ぜひ皆さんも身近なところでトライしてみてください。では See you。 無料のアプリドキドキライブで生放送しています。遊びに来てね。共に頑張るチャンネル登録者のみんなはアリーザの一員です。更新情報が届くので、ぜひぜひ画像をタップもしくはクリックしてチャンネル登録お願いします。 Subscribe please。10万人達成したらオフ会をやりましょう。みんなのコメントやグッドボタンが私のモチベーションです。応援よろしくお願いします。